このビデオでは編集モードに関する最新情報に焦点を当てたカーテンウォールの機能拡張をご紹介します。平面図のカーテンウォールを選択し表示される編集ボタンをクリックします。この編集モードは平面図ですでに使用可能であることがわかります。カーテンウォールツールとスクリーン上のコントロールは平面図または断面図で利用可能です。これらにアクセスまた終了するには デザイン・カーテンウォール修正モードを終了メニューコマンドを使用するか単に表示パレットの最後の列編集モードを終了をクリックして終了します平面図で編集モード、投影線またはシンボルの2つの外見から選ぶことができます編集モードを終了して 平面図から断面図マーカーを使用して断面図ビューを開きます。ここでカーテンウォールを選択し編集ボタンをクリックします。タブバーで平面図、断面図、3D ウィンドウを変更します。ご覧のようにビューを切り替える場合でも 編集モードのままで行うことができます。さらに、環境を非表示にすると、各ビューに編集された要素のみ表示されます。グリッド選択ショートカットを使用して、3D のみではなく、平面図、断面図ビューでも、グリッド列、またはカラムに沿ったすべてのフレームとパネルを選択することができます。平面図に切り替えます。 重なっているいくつかのパネルを選択し、これらを削除するために削除を押してみます。3D で結果を見てみましょう。断面図に切り替え、下部の水平フレームを選択し、削除を押して削除します。上部のフレームを選択し、右クリックで移動コマンドを選択し、フレームを500 m、mm、m 下に動かします。 3D で結果を見てみましょう。編集モードを終了した場合、元に戻す列が個々のサブ要素をサポートするため、編集モードで行われた各操作に戻ることができます。その他の改善点の概要を見ていきましょう。編集モードで カーテンウォール設定をクリック、または、情報ボックスを通じて選択されたカーテンウォール要素の設定を開きます。設定ダイアログの対話、機能、用語、ユーザーインターフェースも更新されました。スキームには、ビルディングマテリアルに応じて正しい色がパネルに示されています。 メインとサブパネルにツールチップが表示されます。カーテンウォールのユーザーのライブラリ部品コンポーネントが新しくデザインされました。新しいタブページコントロールを使用して接合部やアクセサリーを素早く編集することができます。平面図、断面図及び立面図は編集モードでもアクセス可能になりました。 これにより 3D だけではなく平面図や断面図、立面図のビューでもカーテンウォールを簡単に作成、編集することができます。